黒ひょう2。占いじゃない、運命さ。頑固だね。その頑固さは不幸のもとだよ。君は大切な人を失う。とてもクールな役で、二面性を持った男といいますか、とても奥深いキャラクターを演じましたね。はい、なかなか表に感情を出さないキャラクターなので、それをうまくこう言葉に乗せて喋るのが、また普段僕がこう役者で演じるのとはまた違った難しさがあって、とてもやりがいがありました。はい、とても今回も壮大なスケールで、ドラマチックなストーリー展開になっておりますので、ぜひ皆さん、楽しんでいただけたらなと思います。